ンネルをご覧の皆さん、こんにちは。理学療法士の江原愛です。理学療法士というのは、赤ちゃんからお年寄りまで体の運動の問題で生活をしづらくなっている方々のリハビリをお手伝いするお仕事なんですけども、赤ちゃんに関してはですね、運動発達のことを皆さんにお伝えしたりだとか、それから療育という分野でですね、赤ちゃんと関わることのある職業でもあります。理学療法士なので、今日のお話も運動発達について少しお話ししたいのと、それからお母さんの体についても少しケアのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。今日の対象の赤ちゃんはですね、10ヶ月から12ヶ月ということで、生まれてですね、もうすぐ1歳っていう頃ですね。お母さんたち、本当にお父さんもですね、お疲れ様です。この1年赤ちゃんのドラスティックな進化というか、動きの発達、それから気持ちの発達、それから大きさの発達にすごく翻弄されてきた毎日だったのではないでしょうか。この1年間というのは、本当にですね、自分の手さえ毒に動かせない状況から歩くことに近づいていくっていう、本当に動物の進化のですね、一時をこう1年でダーッと駆け抜けるっていう激しい時期なので、それについていく周りの人間の大変さっていうのは大変ですよね。はい。で、10ヶ月から12ヶ月っていうのはですね、世界がどんどん3次元になっていくお子さんが多いんじゃないかなと思います。今ですね、ゆっくりな子は1歳半ぐらいになって初めて歩くっていう方も全然いっぱいいらっしゃるので、時期がどうだっていうわけではないんですけれども、こう仰向けで寝ていた0ヶ月3ヶ月からうつ伏せになってハイハイできるようになってっていう、自分でうつ伏せで動けるようになるっていう時期を通り過ぎて、少しずつですね、3次元の高さのある世界っていうのに興味を持ち始める頃です。例えばこういった椅子があったらですね、手を伸ばして立とうとしますね。で、最初は立つことも不安定なので転んだりもするわけなんですけれども、高さのあるものに興味を持ち始める時期です。今日はですね、大きく分けて2つ、赤ちゃんの運動発達と、それからお母さんの体のケアについてお話したいと思うんですけど、運動発達についてはですね、この時期どんなことに注意したらいいかということと、それから椅子ですね、そろそろ座れる時期になってくると思うので、座るっていうことについて、どのくらいの椅子の感じにセッティングしたらいいのかみたいな話をしたいと思います。お母さんの体については、少しですね、体力をつけていくようなお話もしたいと思います。よろしくお願いします。赤ちゃんの10ヶ月から12ヶ月、1歳ぐらいまでの時っていうのは、教科書的にはつかまり立ちの時期って言われてますね。このつかまり立ちがもうちょっと早く来る子も、それからもうちょっとゆっくり来る子もいると思うんですが、このつかまり立ちの時期とか歩く時期っていうのは、それほどですね、その5年後ぐらいの運動能力に差があるとは言われていなくてですね、特にいつ歩き始めても大丈夫と思っていいんですが、つかまり立ちの時期っていうのは、そこでどれぐらいチャレンジするかってとっても大事なんですね。で、この赤ちゃんの運動発達の中で、例えばですね、簡単に言うとという言い方があるかもしれないですが、体を伸ばす力っていうのは赤ちゃんとっても出しやすいんです。なので、ブンっていう力が入ったり、腕もブンって離したりすることがしやすいんですけど、この立ってるところからゆっくりお尻を曲げて座るとか、とっても苦手な時期です。
まだそれ上手じゃないんですね。なのでこう手をかけてぐんと立ち上がったはいいけれども、そこから座れるに座れないみたいな時期ですね。本人にとってはどうやったら座れるんだろうって考えてるぐらい、足の力を徐々に抜いてしゃがむっていうのはとっても難しい行為なんです。大人もですね、ここからぐんって立ち上がることよりも、実はゆっくり座っていくことの方が足の力を使うんです。試してみてもらうと分かると思うんですが、なので今その練習時期の間なので転びます。ここから座ろうと思ってちょっといけるんだけども、そこからゴローンとかなります。で、幸いなことに赤ちゃんはまだ小さいので、自分が立ち上がった高さから転んだとしてもそれほど大きな怪我につながることは少ないと考えられます。で、なのでそれを止めるほどのことではないんですね。ただ頭を打ったりとか心配な角があるとき、こういった椅子の角、それから横にテーブルがあってそこに角があるっていうときは心配です。少し頭をそこにガンってぶつけないように、お母さんが手を出し、手で支えてあげるとか、テーブルの角に角のガードをつけてあげるとかですね、あの激しい衝突のないように工夫してあげる必要はあります。なので、この時期ですね、つかまり立ちして転んでいるのを見ると、転ばないようにつかまり立ちをさせたくないって思う気持ちもあると思うんですが、それ練習なので、実はここでたくさんゴロゴロ転がっておかないと、この後歩き出して転ぶときに手を出すとか、歩き出して転ぶときに安全に転ぶっていうことを学んでいけなくなってしまうんですね。なのでもしつかまり立ちをして足を屈伸させて頑張ってたりしたら、ぜひ見守ってあげてください。本当に危ないものだけをガードして見守ってあげてくださいね。で、その次、座るっていうことに関してなんですけども、座るっていうことはですね、本人が座れるっていうお話になります。なので、自分でハイハイをしたりつかまり立ちをしていたところから、自分で椅子なり床なりに座れるっていうことなので、実は安全に座れるっていうのはつかまり立ちから座れる練習をしている頃にやってくるんですね。なのでここまではいくらかこうガードをしたりとか、お母さんが支えてあげたりとか、支えるような道具を使ったりしてなんとか座っていた体なんですけれども、自分一人の力で立ったり座ったりっていうのが自由になってくるのも、10ヶ月から12ヶ月の頃の運動発達の大事なマイルストーンになってきます。で、11ヶ月12ヶ月頃になって、自分で座ろうとかですね、いう気持ちが出てきた頃に、こういった椅子を使って、背もたれのある椅子を使ってご飯を食べようということがありますね。でもちろんガードをつけてこの以前から座ってましたよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、その時の高さの調整について今日はお話ししたいと思います。ちょっと赤ちゃんだと少し分かりづらいところがあるので、大人が座ってみますね。大人はちょっとここに座っちゃうと高すぎるので、下の段に座ってみたいと思います。今私の背中とちょっと寄っかかれるようになってますけど、背中とこの太ももと膝から下のラインを見ていただきたいんですが、90度で、90度より大きくないっていうのがとっても大事です。だいたいこの角度だと足首90度、膝90度、股関節90度になってますね。このぐらいが赤ちゃんの座り姿勢でも理想です。足の裏がしっかりつかないと体っていうのはぐにゃっとなるんですよ。力を支える面が減ってしまうので、
つま先でついていたり足がブラーンってなっていたり、その状態だとこの上半身をきちんと支えることができません。なのでここで90度っていうイメージをして赤ちゃんの高さを調整することになります。赤ちゃんがこう座ったら膝があって、これ全然ダメですね、スカスカです。なのでこのトリップトラップだったらこの段をもう3段ぐらい上げて足の裏がしっかりつけるような位置に調整することが大事になってきます。その時に大事なのは膝も90度になることです。いいですか。股関節、膝関節、足関節、この3つの足の3つの曲がる場所ですね、腰から膝、足が90度になるようにきちんと高さを揃えてあげるっていうのがポイントになります。あの座り姿勢っていうのは一生ものなので、あのぜひですね、最近は大人の椅子もちょっと高めのものが多いんですね。特に輸入されたもの、デザイナーズチェアとかはですね、あの日本人の膝から下の長さに合わないです。なので、足の裏をしっかりつけて90度を意識して座るというのは、お母さんお父さん の仕事の時の姿勢、食事の時の姿勢の時も意識するととっても生活が楽になるので、ぜひ試してみてください。もしもうすでにちょっと高い椅子しか持ってないっていう時はですね、足の下に台を入れるのでもいいんですね。なので、こう雑誌を重ねて入れたりだとか、まあ、本を踏むのはどうかなと思うんですけど、あの台を入れてあげるととっても楽になります。腰腰痛のある方もぜひですね試してみてください。随分楽になると思います。さて赤ちゃんの座る姿勢のお話だったんですけれども、お母さんもそろそろあの大きくなってきた赤ちゃん、それからあの産後1年を迎えてそろそろ仕事に復帰するだとか、そういった方もいらっしゃいますよね。そうなってくると体力っていうこともとっても大事な視点になってきます。これから先4歳5歳になると20キロ近くになって子供になってくるんですけども、その体を支えてあげる体も少しずつ回復させていかなければなりません。産後1年ぐらいになってくると少しあのお腹の筋肉の腹筋もですね少しずつできてきているので、ちょっと今日は一つあの試してみるといいかなっていう運動を紹介したいと思います。そうですね、今日はですね何もなくていいんですが、痛くないようにマットのあるところでやれるといいですね。こう寝てもらってそこでゆっくりですね、まずは深呼吸してもらいたいんですけど、ここからですね腰がこう三角定規みたいになる形でこうゆっくり上げてみます。この時足を少し開いています。肩幅ぐらい開いて足をぐっと上げてみます。でここで少し数を数えて元に戻しましょう。あのそんなに厳密に10数えなきゃいけない、15数えなきゃいけないってことではなくて、どちらかというときちんとまっすぐな位置になるまでお尻をぐーっと上げて、そこで一旦止まる、そして下ろすっていう動作をしてみてください。で下の床はあの硬い方が動きやすいので、痛くない程度に硬いものところでやってみてください。あのベッドとかだとですねグラグラしてしまってやりづらいと思うので、さっきのお尻を上げるような動き少しやってみてくださいね。それから少しグレードアップさせるとしたら、例えば足を台にかけて上げるということも一つ、あの楽なそんなに激しいステップアップではないステップアップであります。でこうお腹の筋肉がこう回復させていくための運動なので、辛くてお
お腹がふにゃっと曲がってしまうようだったらちょっとハードすぎるので楽な方でやってください。あの筋肉っていうのは重くて激しい運動を少しするのと軽くてあの自分でできる範囲の運動を数するのとそんなに効果変わらないです。あの筋肉を大きくしたいとかボディビルディングしたいっていうことでなければ体の機能としてはですね自分で正しい運動ができる範囲で軽い運動をたくさんするっていうのもとっても効果があるんですね。なのであの例えば世の中にもいろんなエクササイズが出てると思うんですけれども自分でやるのが大変だと思ったらですね正しいフォームの方を大事にして軽くて正しいフォームが取れるものを回数やるっていう方がずっと効果が出てきます。なのでぜひあの少しずつですね体の運動を取り入れて自分の体もこれから先の子育てのための準備をしていっていただきたいなと思います。では、今日はですね10ヶ月から12ヶ月のお子さんの座り方とかそれから捕まり立ちの時に転びますよっていうお話をさせていただいたんですがあのいかがでしたでしょうか。ストケジャパンの公式チャンネルでは他の月齢のお子さんのお話もしているのでぜひそちらもご覧になってみてください。よろしくお願いします。では今日はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。